Go Buster! バスターはまた眠ってるね。バスター、いろんな色の巨大なボールやおもちゃに囲まれてどこにいるの？楽しい冒険ができそうだね。バスター、他にどんなものがあるかな？わあ、あのテディベアを見て。とても大きいね。ふわふわで抱きしめたくなっちゃう。そうそう、バスター、思い切り飛び込んで。とても抱き心地が良さそう。おや、バスター、あの音は何？大きな爪だよ。バスターは巨大な UFO キャッチャーの中にいるみたい。バスター、気をつけて、捕まっちゃう。逃げて、バスター。そんな、よかったね、バスター。ただの悪い夢だった。見て、スカウトだよ。バスターはまだ少し動揺してるみたい。だけどもう心配しなくていいよ、バスター。ねえ、バスター、スカウトが見せたいものがあるって。なんだろう。まさか UFO キャッチャーだ。バスターは怖がってる。スカウトは怖がってないよ。きっと楽しいよ。バスター、心配しないで。スカウトがついてる。見て、バスター、さっきのテディだ。撮ってみたらどう？さあ、バスター、勇気を出して。君ならできる。頑張って、バスター、このテディを撮ろう。リラックスして。そこでいいみたい。よし、今だ。取れた？それは何？テディじゃないよ。小さな黄色いバス。君にそっくりだよ、バスター。スカウトとバスターは笑っちゃった。バスターはもう UFO キャッチャーが怖くないね。わあ、バスのバスターは急いでるみたい。どうしたんだろう。消防車のアシュリーだ。バスターはアシュリーの助けがいるんだね。すぐに助けに向かう。アシュリー、大変、家が燃えてる。アシュリーはホースを使って火を消せる。アイスクリームトラックのイギーが来たよ。ふう、アシュリーは火を消したね。ご褒美に美味しいアイスクリームを食べたらどう？あ、見て、列車のスーキーだ。丘の上まで急いで木の箱を届けてる。何が入ってるんだろう。ドカーのオーティスだ。箱の中身が安全なものか確認しなきゃいけない。何も問題なさそうだね。今度はブルドーザーのドーザーが道路で箱を運んでる。わあ、とても大きな丘だね。ドーザーは箱を離しちゃった。気をつけて、オーティス。あら、まあ、救急車のアンバーが来たよ。オーティスが大丈夫かどうか確かめてもらえるね。困った、オーティスのタイヤはパンクしてる。運がいいことにアンバーが今すぐ直してくれるよ。ジープのジェシーが丘を登ってる。気をつけて、箱が丘を転がり落ちてる。急いで、ジェシーは箱が小屋にぶつかる前にキャッチしないと。よくやったね、ジェシー。危機一髪。見て、箱はバスターにぶつかったよ。わあ、中身はクマのぬいぐるみだったんだね。ああ、よかった。バスター、ハッピーホリデー。あれれ？なんかバスター楽しそうじゃないね。様子を見に行ってみよう。バスターは退屈そうだね。やることがなくなったのかな。あ、みんな聞こえた？そう、バスターの友達のコマドリさんだよ。でもどこだろう。みんなわかる？大きなため息だね、バスター。あ、見て、いたよ。しかもバスターの飾りを持ってるよ。バスターについてきてほしいみたい。バスター、行ってきなよ。ん？マフラーを持って帰ってきたよ。いいアイデアだね、バスター。二人で雪だるまを作って。タイヤで雪をかき集めてるよ。賢いね、バスター。すごい、もうできてきたよ。
それから頭も。コマドリさんありがとう。雪だるまにはマフラーがないとね。その炭たちは？そっか。コマドリさんが他に何か探しに行ったよ。あ、花の人参だ。素敵な雪だるまだね。でも、何か足りないね。わあ、すごい風。見て、バスターたちのところへ帽子が飛んできたよ。足りなかったのはこれだ。よくやったね、バスター。コマドリさんもそう思うみたい。わあ、すごい。雪だるまが起きたよ。バスターはすごく嬉しそう。これでバスターはコマドリさんだけじゃなくて雪だるまさんとも遊べるね。バスター起きて、雪の結晶だよ。ということは雪が降ってる。わあ、本当に雪が降ってる。待って、でもクリスマスツリーがないよ。それじゃあダメだね。見て、コマドリさんだ。なんて言ってるんだろう。バスターについてきてほしいみたい。ああ、クリスマスツリー探しを手伝ってくれるみたい。うん、ここの木は違うね。わあ、とっても素敵なツリーだ。バスターもそう思うみたい。大きな木だね、バスター。気をつけてね、バスター。おっと、揺れてる、揺れてるよ。バスター、あともうちょっと。わあ、これで OK。バスターがガレージに持ってくよ。でも入るかな。とっても大きいよ。曲がるときは気をつけて、バスター。ああ、後ろを見て、バスター。木が落ちちゃった。後ろを見て。早く早く早く戻って、バスター。ああ、木が転がってくよ。早く追いついて、バスター。今度はライトの中を転がってく。バスター早く。バスターは追いつくかな。見て、飛んでくよ。よかったね、バスター。これで安心だ。とっても素敵だね。見て、ペリーとスカウトだ。バスターと一緒にお祝いをしに来たんだね。とても風が強い日の農場。見て、ペリーはバスターに何か見せたいものがあるみたい。やあ、熱気球のモンティだ。ペリーの昔からの友達なんだ。挨拶して、バスター。風船のように空中に浮かぶのはとても楽しいに違いない。でも風が出てきたよ。モンティが飛ばされてしまわないといいけど。そんな、ロープが切れてモンティが風に飛ばされてる。急いで、バスター。モンティを追いかけないとどこに行っちゃうかわからないよ。モンティはとても高いところにいる。どうやって下ろしてあげる？見て、ロープだ。バスターは何を思いついたんだろう。みんな急いで、先回りしないと。バスターは何をするんだろう。そっか、投げ縄。ロープで捕まえて、カウボーイ。あ、惜しい。でもモンティはまだ流されていくよ。モンティを救う方法はあるはず。バスター、何があったの？アイスクリームトラックのイギーだ。たくさんの風船をつけてるね。バスターの考えはきっと。見て、バスターは風船を全部自分につけて空へ飛んでくよ。その調子、バスター。君ならできるはず。モンティを捕まえるんだ。あとちょっと。あとちょっと、あとちょっと。捕まえた。よくできたね、バスター。危機を乗り越えたね。モンティはとても感謝してる。モンティ、今度はしっかりとつながれてる。あの風船のように飛んでいくことはないね。よくやったね、バスター。バスのバスターだ。 B
見て、かわいい小さなイースターバニーを見つけたよ。わあ、バスターがバニーバスに変身したバニーダンスを踊ってくれるよ。ぴょんぴょんぴょん。次に尻尾をフリフリ、上手。次にウサギみたいに高く高くジャンプ。それからお花をフリフリ。できたね。とても楽しかったね。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。とても上手。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。ぐるり回ってお花を振るよ。やったー。やあ、車のスカウト。バニーダンスを覚えたいんだね。準備はいい？ぴょんぴょんぴょん。尻尾をフリフリ。そうそう。そして高く飛ぶよ。思いっきり。お花を振って。そうそう。スカウトはもう覚えたね。じゃあこれを見て。左にフリフリ。右にフリフリ。何度もフリフリ。ね、面白いね。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。その調子。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。あれれ、全部バスターの夢だった。でもいいや、楽しいダンスができるようになったもんね。バスターとロビンだ。バスターはチューインガムが大好きみたいだね。あれは何？瓶の中の手紙、なんだろう。わあ、宝の地図だ。バツ印が宝の場所だね。バスターとロビンは埋もれた宝を探しに行くよ。さあ、どこに行けばいいんだろう。桟橋がここで、見て、無人島だ。見つけたよ。そんな、海はサメでいっぱい。安全に渡る方法を探さなきゃ。見て、蒸気船のカトリーナだ。ビーチで動けなくなっちゃったみたい。押してあげれば海に戻れるね。そうそう、バスター、よくやったね。よかった、カトリーナは海に出られたね。でもしまった、穴がある。修理しないとカトリーナは沈んじゃう。バスターに考えがあるみたい。チューインガムで何をしてるんだろう。ああ、バスターはチューインガムで穴を埋めてるよ。とても賢いね、バスター。もうサメに襲われることはないね。さあ、無人島へ到着。バスターは島に着いたよ。あとは宝物を探すだけ。ここら辺にあるはずだけど。あそこ、バツ印だ。バスターは穴を掘ってる。わあ、宝箱だ。見て、銀貨。バスターは何に使うのかな。見て、ビグリーはカトリーナの穴を直してる。あ、バスターは銀貨でディグリーにお礼をしてる。ディグリーは新しい友達のカトリーナを修理してありがとうって言ってるんだ。なんて楽しい冒険。バスのバスター、今日は何をしてるんだろう。イースターエッグハント。イースターエッグが一つ。よく見つけたね、バスター。もう一つ、これで二つ、三つ、四つ、五つ、たくさん。わあ、イースターエッグがたくさんあるね、バスター。おいしそう。バスターはチョコレートエッグが大好き。おいしい。バスターは食べたいだけ食べてる。おはよう、バスター。おや、バスターは体調がとても悪そう。お腹が痛いんだね。きっとチョコレートイースターエッグを食べ過ぎたんだね。車のスカウトがバスターが大丈夫か確かめに来たよ。バスター、本当に気分が悪そう。かわいそうなバスター。スカウトが救急車のアンバーのところまで連れてってくれるよ。
彼女なら助けてくれる。アンバーがいた。アンバーはいつでも小さなバスたちの気分を良くする方法を知ってる。やっぱりバスターは体調を崩してる。でも運よくアンバーは薬を持ってる。口を大きく開けてバスター、これで気分は良くなるはず。でもこれだけじゃない。バスターはお腹を良くしたいなら体にいいものを食べなくちゃ。リンゴはどう？ほらね、これでバスターのお腹のゴロゴロは良くなるね。次の日、バスターはずっと元気になった。あ、ショベルカーのディグリーだ。何を持ってるんだろう。バスターはもう今年のインスターに十分なチョコレートエッグを食べたよ。見て、バスのバスターだ。ビーチで一日を過ごしてる。楽しそうだね。あらまあ、バスター、タイヤが砂にかまっちゃったね。こんなこと予想してなかったね。ディガーを見て、クローラーのおかげで砂にははまらないみたい。そしてこれは誰？カモメのサンディ。サンディ、助けてくれないかな。バスター、サンディはついてきてほしそうだよ。そうそう、バスター、タイヤを一つずつ動かせばもうはまらないね。ディガーが穴を掘ってる。あ、気をつけてバスター。これは何？バケツとショベル？サンディは砂のお城を作るのを手伝ってほしいんだよ。あとちょっと砂を入れてひっくり返すと、ほら、砂のお城。さすがバスター、綺麗だね。最高。わあ、ディガーの砂のお城はすごいね。君のよりも大きいよ。ディガーは待って、バスター、気をつけて。穴があるよ。よかったね、ディガーが助けてくれるみたい。ディガーは自分の砂のお城にとても誇らしげだよ。おやまあ、サンディ、そこに止まっちゃダメ。砂のお城が崩れちゃうよ。サンディは自分のしていることが分かってないみたい。ああ、砂の山になっちゃった。あの音は何？波だ。みんな気をつけて。かわいそうなディガー。でも待って。全部の砂のお城が崩れたわけじゃない。バスターの小さなお城は壊れなくて、今は一番大きいよ。サンディのおかげだね。じゃあね、みんな。ビーチでの一日、とても楽しかったね。いや、バスターとディガー。大きな砂のお城を作ったね。カモメのサンディ。気をつけて、サンディ。お城の上に泊まると。あらまあ、かわいそうなディガーとバスター。あっちへ行け、サンディ。やんちゃな鳥。何を見つけたの、バスター？砂から赤い色をした形が突き出てる。なんだろうね。さすがディガー、三角だ。いいもの見つけたね。ねえ見て、サンディが黄色い形も見つけたよ。円だ。まだ何かあるかな、サンディ。もう一つ。これは青いよ。早く掘り出して。正方形だ。四つの辺があるね。わあ、たくさんの形がある。三角。円。長方形。六角形。サンディ、待って。またやっちゃった。ちょっと待って。バスターは何か考えがあるみたい。バスターとディガーは形を集めてるよ。何をするんだろう。積み上げてる。タワーを作ってるみたい。あとは最後の一つをてっぺんに置くだけ。そうそう、バスター、そーっとそーっと。完璧。すごいね、バスターとディガーは形を使ってタワーを作ったよ。なんていい考え。これでまた砂のお城に取り掛かることができる。見て、サンディが止まっても崩れない場所ができたよ。よくやったね、バスター。バイバイ、バスター。またね、ディガー。やあ、バスター。こんにちは、ロビン。
そうそう、バスター、踏切を渡るときは右左を確認だね。わあ、危なかった。列車のスーキー前を見てなかったのかな。パトカーのオーティスだ。何か起こってるに違いない。急いでバスター、助けになれるかもしれない。大変、スーキーは仕事中に居眠りしてる。誰かが止めてあげないと、どこに行っちゃうかわからないよ。どうしよう。あ、バスターは何か思いついたみたい。ロープ、いい考えだねバスター。これでスーキーの速度を落とすことができる。ナイスキャッチロビン。その調子、引っ張って。君たちならできる。大変、ロープが切れちゃった。スーキーはまだ暴走してる。速度が増したみたい。追いつかないと、急いで。バスター、今度は何？大変、ディガーだ。スーキーが直進してきてるのにディガーは全く気がついてないよ。別の線路、上り坂になってる。気をつけてバスター。おっと、危なかったね。うまくかわしたねバスター。スーキーが坂を上るよう線路を変えないとバスター。急いでバスター、君ならできる。あとちょっと。やった、間に合った。よくやったねバスター。線路を切り替えたね。スーキーは急な坂を上ってるよ。これで速度は落ちるはず。これで何事もなく止まったね。スーキーは目を覚ましてるみたい。誰も怪我をしなくてよかった。よくやったねバスター。オーティスの手伝いをして危機を乗り切ったね。やあバスター、スカウトとドライブをしてるみたい。見て、配達トラックのトニーだ。スカウトとバスターはトニーについていくみたい。二人とも楽しそうだね。スカウトったら。バスターは前を見てないね。バスター危ない。はあ、危なかったね。気をつけてねバスター。もう少しでトニーにぶつかるところだったよ。見て、道路に穴がある。トニーが穴に向かってる。ああ、穴のせいでトニーのドアが開いたよ。バスター、スカウト気をつけて。箱が今にも出てきそう。やっぱり出てきちゃった。トニーは気づいてないみたい。また箱が落ちてきそう。わあ、賢いよバスター。ナイスキャッチ。また落ちてきそう。すごいスカウト。よくやったね。ああ、気をつけてスカウト。スカウトが滑って道路から外れちゃった。スカウトの箱が木の上に。見て、トニーが赤信号で止まるよ。今のうちに。バスター早く、時間がないよ。いいよバスター。あとは拾った箱をどうやって戻すかだね。スカウトが何か思いついたみたい。いいねスカウト、その木の板を使って移動させるんだね。なるほどね、これで箱を詰めれるね。二人ともよくできたね。さあバスター、ドアを閉めよう。青信号に間に合った。トニー行っちゃったね。箱をなくしそうになったことを知ることはないんだろうね。よくできたねバスター。やあバスター。わあ、見て、アメリカの砂漠にいるよ。カウボーイの帽子までかぶっちゃって、金色の星をつけてる保安官だね。見て、投げ縄だ。上手だねバスター。これで君も立派なカウボーイ。テリーだ。帽子を傾けて挨拶しなよ。テリーはあまり嬉しそうじゃないね。待って、バンディットバスだ。背中に乗ってるのは何？袋だ。キャンディーショップに盗みに入ったんだね。なんて悪いやつ。捕まえなきゃバスター。急いで逃げていくよ。追いかけるんだ。起きて保安官、泥棒が逃げてるよ。二人は線路の横を走ってる。急いでバスター、バンディットを逃がしちゃいけないよ。バンディットが列車の通勤の前を飛び越したよ。列車が通り過ぎるのを待とう。どこに行った？しまった、逆方向に行ってる。
なんてずる賢い。追いかけてバスター。バンジットはサボテンに迷い込んでバスターから逃れようとしてる。トゲに気をつけてバスター。刺さるととっても痛いよ。あと少し。危ない。バスター大丈夫？大変、サボテンでタイヤがパンクしちゃった。どうしよう、タイヤがパンクしてちゃ追いつけないね。待って、この手があった。投げ縄。よくめがけてバスター。1、2、3。お見事、よくやったね。バンディットを捕まえたよ。パトカーのオーティスも来たよ。喜んでる。よし、バンディットはもう牢屋の中。バッチまでもらったんだね、保安官バスター。わー、冒険いっぱいの夢だったねバスター。楽しい一日を。見て、ジープのジェシーだ。ケーキをもらったんだね。とても美味しそう。でもバスのバンディットが来たよ。何か企んでそう。そんな、ジェシーのケーキを食べてる。なんて悪い。かわいそうなジェシー。バスのバスターだ。バンディットはすごいスピードで走ってる。見て、バスターはスカウトと遊びに来たよ。プレゼントにサッカーボールを渡したんだね。スカウトは嬉しそう。あれを見て、ディグリーはカラフルなタワーを作ってる。あ、バンディットが来た。あの悪者、今度は何を企んでるんだろう。そんな、ディグリーのタワーを倒しちゃった。厄介者のバンディット。しまった、スカウトのボールを見たよ。バンディットはボールを盗んだよ。なんて意地の悪い。バスターどうにかしなきゃ。かわいそうなスカウトはとても悲しそう。バスターは友達を助けたい。バンディットに立ち向かってボールを取り返すよ。バンディットはバスターの言うことは聞かない。今度はバスターをいじめてる。なんて悪者。でも待って、スカウトがバスターの隣にいるよ。ジェシーも助けに来た。みんなバンディットの悪さにしびれを切らしたんだね。パトカーのオーティス、アイスクリームを美味しそうに食べてる。おっと、バンディットはオーティスにぶつかったよ。オーティスはカンカン。ほらご覧バンディット、みんなをいじめるからさ。これでバスターとスカウトとジェシーは安心して遊べるね。見て、バスのバスターだ。気持ちのいい朝。今日は何をするのかな。あれは何？種？わあ、バスターは野菜や果物を育てるつもりだよ。バスターは野菜畑に行って説明書を読む。まず種を植える穴を掘らなきゃいけない。バスターは土を掘り始めたよ。あらら、これじゃ時間がかかりそう。でも見て、ディグリーだ。ディグリーなら助けてくれるね。掘るのが得意だもの。友達をいつも助けてもくれるしね。ディグリーならすぐに穴を掘ってくれる。ほらね、もうできた。バスターは穴に種を植えてステップ2を見る。お日様、種が育つためにはお日様の光がいる。でもあらら、今日は曇り。でも見て、熱気球のモンティだよ。モンティならきっと助けてくれるね。モンティが雲を向こうにやってくれたから種から芽が出たよ。ステップ3、雨？またモンティの出番みたいだね。雲の上でジャンプして完璧。あとは種が育つのを待つだけ。何日も待つと植物は大きくなる。また天気のいい朝にバスターはカレンダーをチェックする。今日だ。見て、赤いトマト、オレンジのかぼちゃ、黄色いトウモロコシ、緑の豆、紫色のナスビ。よくやったねバスター。バスターが育てた色鮮やかな野菜や果物を見て、友達と一緒に食べられるね。